天道。それは前天で最も輝く星。青き狼が吠えるとき、大地は震え、無大に衝撃が走る。今宵我々は知るだろう、チャンピオンという言葉の重み。長谷尾選手、エンデュランス選手、そしてクーン選手、メンバーを入れ替えてまいりました。エンデュランスはブレイド、クーンはスチームガンナー。随分攻撃的布陣だな。挑戦者はもはや生贄の子羊か。チャンピオン、天道チーム入場だ。狂気すら漂う天道の姿、月下が二人組も大きさでは負けていません。天道のやつ、何に取り憑かれやがった。奇想が浮かんでやがる。お前らもあれを奪いに来たんだな。あれは俺のだ。俺の俺だ。ちっ、完全に行っちまってやがる。対話にはなりそうもないな。愛だわ、人の強い情念に惹かれる。それがプラスであれマイナスであれ、そして人の思いを増幅する。理性のタガを外してしまうんだろうな。天狼のチャンピオンへの強い執着にアイダを呼び寄せたんだ。よし、行くぜ。パラメータが普通じゃねえ。間の影響か。あの羽男と裸男もなんか変だ。ダメージを与えている気がしない。まるで蜃気楼を追っているみたいな。長谷尾、矢田様からモニターの結果が来たわ。天狼チームの仲間2人、 ID が確認できないそうよ。じゃあこいつらも感染者。いえ、というより PC としての実体がないの。まるで幻みたいに。簡単に言うと、つまりあの二人は不死身よ。簡単すぎるんだよ。さてどうする。どうするったって一か八かだ。みんな天狼を狙うぞ。わかったよ長谷尾。わかったってそんな。天狼集中攻撃だ。あいつまで幻ってことはねえだろ。よし、羽男と裸男は無視だな。行くぞ。あいつを倒せばアトリは。
にいる。スケーイ！アトムの自分を返しやがれ！こちらに任せてちょうだい。お嬢さんの PC へ誘導するの。これで、アトリは。天狼。あ？これはトライエッジの。
選手、またしてもチャンピオンの座をもぎ取った。強制オッズ天狼選手、ついに今がっくりと無題に手をつきました。ここに適正級の新たな王者が誕生しました。我々がその歴史の証人です。今青い光から現れた二人が天狼と組んでいたアイダを倒したね。しかも同じ姿をしていた。天狼と組んでいた羽男と裸男はアイダが生んだ偽物だったってことか。本物の羽男と裸男はトライエッジの仲間ってことは、トライエッジはアイダじゃない。でもあいつらがアイダと敵対してるとしたら、トライエッジはどうして死の？アセオくんが勝ったようだね。はい、榊さん。あ、ひびが治って。いやー、しかし見事な戦いぶりでした。まさにタイトルマッチと呼ぶにふさわしい白熱のバトル。長谷尾チーム、めきめきと腕を上げていますね。これは師匠としても鼻が高いんじゃないですか、タイカさん。って、いないし。タイカ様、あ、どこですか。って、え、満足したから帰るって、そんなウィスパーもらっても。どうして解説役はこんなんばっかなんだ。でかしたな、坊主。強くなれ、長谷尾。俺のため、そして志乃のためにも。俺は長谷尾か。よ、お目覚めの気分はどうだ。俺は俺はお前、どうして間にあの羽男や裸男と組んだんだ。俺はいつも恐れていたのだ、平気星級の王座を奪われること。永遠の王などいない。そう思うと怖くてならなかった。だから。そんな君の弱さがアイダの付け入る隙を生んだ。俺は力が欲しかったのだ。誰にも侵されざる力、全てを下す力。そう、あれは与えてくれた俺に力を、溢れんばかりの力を。いい加減目を覚ませ。お前がそんなんじゃ、陽子が。陽子がどうしたのだ。陽子は犠牲になったよ。君を救おうとして、君の言う力に PK された。 PC は消滅し、リアルでも意識不明に。エンデュランス。陽子が、あの力に。